働く車かな。一緒に考えてみよう。文字が出てきたよ。う、う、しゃ、ぼ、しょ。文字たちを並べ替えてみよう。しゃ、う、しょ、う、ぼ。おー、この車はなんだろう。あれ、ヒントが出てきたよ。お家が火事になっちゃって、男の人が助けようとしているよ。この働く車は、水が出てくる車なのかな？ってことは？消防車だ。文字を並べ替えるのって楽しいね。次の働く車が出てきたよ。僕と一緒に考えてみよう。とーかっぱ。伸ばし棒があるね。どんな時に活躍する車だろう。並べ替えてみよう。カットパー。お、どこかで聞いたことがあるかも。あれ、ヒントが出てきたよ。困っている人を助けたり、悪い人を捕まえているね。そんな時に活躍する車って、こうかな？おまわりさんが乗っているよね。あ、今度も白い車が見えてきたよ。なんていう車だろう。一緒に考えてみよう。うーん、救車、う、救う。どんな並べ方がいいかな。さあ、う、きゅ、きゅ、う。同じ文字が多くて難しいな。お、ヒントが出てきたよ。電話で車を呼んでいるね。怪我した人を搬送しているのかな。そんな時に呼ぶ車って、救急車だ。救急車ってかっこいいよね。今日はここまで。いろいろな車が出てきて楽しかったね。次は何が出てくるんだろう。また一緒に遊ぼうね。